はい、こんにちは、カズマダンです。さあ、こちらお試しメモリータグ10回がもう終わります。残り1回だよ。次のプレイで新しいメモリータグが必要ということで試したいことがあります。こちらもう1個メモリータグ、お試しに読めるかどうか、お試しからお試しに、まあとりあえずこれは1回目はやってみてです。入って、入ってこい、入ってこい。ダメか。ランダムでいいや。やっぱバランスいい。どうなんだろう、お試しタグ。あ、ダメかもしれん。メモリータグの記録回数が上限を超えた場合はマシンで新しいメモリータグに引き継いでくださいって。あ、ここに書いてあるから多分これを押しないとダメなのかもしれない。早いピチョット。えい。おう。ダメだもん。何？全然狙えなくなっちゃった。パワー全開。ああ、一撃。あれ、もう100円ない？うん。あら。ティバニー！やられました。ティが10。なんか相手に抜群の出やすいのがあるのかな、ね、なんとなくだけど、さっき違ったけどさ、メモリータグ。あら、あ、飛び出した。エースバーンいるからね、それはそうだ。パワータップ以上とか。ハリーボーグ強い。ギリギリ。本当だ、耐えた。同じぐらいで終わったね。さあ、これでメモリータグ0回になりました。全然ダメだね。さあ0回。
0回になりました。さあ、なんて出るでしょう。記録回数が残ってないよと。新しい株に移してねというものね。はい、100円入れます。あ、今じゃないんだね。そう、ゼロになって多分ここで飲み込んで完了。はい、記録回数が残ってないよと。持ってる、はい、これで持ってるにします。で、このお試しをやってみたいと思います。はい、お試しメモリタグには移せないよと出ました。じゃあ俺のこの使ってるやつもう全部コンプリートしちゃって、これいきます。はい、プレイヤー情報があるメモリタグだよとか、本当に新しいタグをマシンから買わないとダメね。そうなんだね。だからないのでボタン押します。登録をキャンセルしたら登録しないとセーブできないよ。次のプレイで登録しないということで、はい、買うっていうコーナーが出てこないんです ね。もうあるってしちゃうと。だからもうセーブできないから、やばい、どっちがどっちか分からなくなっちゃったけど、ここで読み込めばどっちがどっちか分かるので、あのデモ画面で。ほら、記録回数が残ってない。で、新しいお試しのメモリタグ、はい、新しいメモリタグということで、メモリタグを引き継ぐときはさっきの感じで0になったやつをやってないにして、新しいメモリタグをこの中で買わないとだ。お、バランス悪い、ね、初めて。あんまり、まあそんな感じですよ。なんでお試しメモリタグのこの10回っていうのは本当お試しだし、ね、考えられてる。50回ぐらいあればね、ある程度遊べるんだけど、もうやっぱすぐ買わないとダメだ。ちょうど卵が2つ目いくぐらいなのかもね。ああ、確かに。まあでも卵が2つ目いくはディスク払い出す払い出さないでスターがあれだから、ちょっと関係ないかもしれない。まあこれで0回のこれがどうなるか、まあちょっと乱入かもしれないからやってみる。だからもう俺はこっちで持ってるから、もう新しいメモリタグに移す必要はないかなって。入ってきてないか、出てこないこれで。終わりがどうなるかだな。お、初ハローラサンド。あ、バランス、やっぱ基本バランスいいかもね。さあ、倒せず。あー、サルちゃん、はい、エスパンでだ。これ片方でもいけるね。あ、そう、まあ、これを見てればいけそうだよ、片方で。これ5にしていい？あ、いいよ、まあいいよ。押さなくていい、これ。なんで？違う、押していい、この後。あ、いいよ。どうなんの？え、全然ダメージ違うよ。あ、そう、ほら、倒せない。多分レインボーだったら多分倒せる。うわ、まあ1だからね、グレード。
2だけど、ガオレで言う1、赤だし。さあ、ということでバトルが終わったんで、最後どうなるか。書き込みができないよって出るの。首映った？映った。あ、倒せた、ね。まあ、S バンは強いから、ね。さあ、どうなるかな。あ、ダメだ、記録できないからこうなっちゃうんだ。使ってないってことになるんだね。もうサポートポケモンはいるけど。はい、ということでメモリタグ引き継ぎはそんな感じです。だいたいどこの店もここにも書いてあるので、ちゃんと見てやりましょう。まあ、とりあえずこの中で買わないとダメ。いっぱい多分強いポケモンだからね。全然違った、おしごいが。はい、それではまた明日。